つも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は RG ガンダムユニコーンペルフェクティビリティを修繕、改善する完成までを描いたサクセスストーリーとなりますが、冒頭メーカーに対する不満がちらりほらり見え隠れしてしまいます。心臓に疾患をお持ちの方、持病をお持ちの方、メーカーをこよなく愛している方は、今回はブラウザバックを推奨いたします。準備はよろしいでしょうか。本編スタートです。最終的にペルフェクティビリティにしてみたいなと思います。はい、今回はこのような結果になってしまいました。 MS ジョイントを、硬かったんですけども、こちらをですね、組み立て後根元から稼働させてしまったんですけども、根元側の受けの方が割れてしまったという感じになってしまいました。まだですね、買ってから1年経っていなかったので、レシートも残っていたので、お客様センターの方に今問い合わせてはいるんですけども、まあ、どのような返答が来るのかわからない状態なんですけども、今回はこんな感じになってしまったということで、一応ですね、ありのまま報告したいなと思いましたので、動画の方はこのままアップしようかなと思っております。できればバンダイさんの方で、無償交換してくれれば嬉しいかなと。まあダメならダメで、まあパーツ問い寄せようかなと思っております。ではですね、完成の動画はまた別にあげたいなと思っております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。こんにちは、タケルでチューブです。今回はこちらを直していきたいと思います。割れたところというのがこちらなんですよね。肩のパーツ、まあ、肩のパーツです。ここのですね、こう腕がこうつながって稼働できるようになっているパーツのここの部分も見ていただいてもわかるかと思うんですけども、ここがですね、パックリも割れてしまったんですよね。それが左右、はい、割れてしまいました。ですので今この状態でパーツをつけてもですね、もう保持というかですね、この腕のパーツ自体をもうホールドできないぐらいになってしまうんですね。ガバガバになってますし、すぐ腕をこう稼働させるともう割れてるので、このように広がっていくということで、このパーツ自体はもう使い物にならなくなってしまったっていうことなんですよ。で、その原因が何なのかと言いますと、このですね、アドバンスド MS ジョイントのここの可動の部分なんですよ。このように多少の渋みはあるにしても、特にこのロールは渋いんですよ。で、問題なのがここの部分なんですよね。ここの部分がこの世あまりにもガチガチすぎて、正直手でこう回すだけでももう指痛いんですよ。赤くなってるの分かると思うんですけども、それぐらいこれ硬くなっているんですよね。で、何回も回しても、これが全然良くならないんですよ。はい、今もう全然指痛いんですよ。そして、動画上げた後にですね、いろんな方からコメントいただきまして、いや、俺もここ壊れたよという方もいらっしゃれば、いや、私のは全然普通に動くよという方もいらっしゃったので、どういうこっちゃと思いまして、いろいろですね、バンダイの方に、初期不良なんじゃないんですかと、いうメールを送ったらですね、バンダイの方から返答が来まして、このように来ました。組み立てキット式という性質上、初期不良は、ご購入時にすでに部品が破損していた、もしくは不足していた、などのみを、交換対象としているという記述のメールが来ましたので、ここのですね、ガッチガチになっているものに対しては、これ不良品扱いにはしてないみたいなんですよね。なので、例えばですね、ここはちゃんと動く、
ここのロールの方も渋いには渋いけども動くよと、こういう風に動いてるのを正常とするとするならば、ここのガチガチ部分っていうのは、まあ、マジ動いてないわけですので、こんな風に指痛くならないと回せないという状態のものに関しても、もうこれは不要品じゃないよということなんですよ。ただ素人の人たちが、まあ、僕のように初めて買うよとか、そんなこと言われても、動くことを正常とするならば、動かないこれは不良品以外の何物でもないんですよね。で、もしこれを初期不良と言わないんだったら、もう完全にこれは設計ミスなんですよ。ただこの商品、良くも悪くもずっと販売を続けている商品なんですよね。なので本来でしたら、おそらくはこっちですね、とあることをしましたので、これですね、もう完全にくるくる回るんですよ。これこんな風に、はい、当初は回らなかったので、これと同じだったんですよ。ガッチガチだったんですよ。むしろこっちの方がひどかったんですよね。全くもう腕動かすことすらも上げることも叶わなかったっていう状態で、僕は動画でですね、ここ根元一生懸命ガチッと押さえながら手、腕動かしてたんですよ。ですがここですね、今ここ割れたパーツそのまま流用してるんで、こういう風にすぐポロっていくんですけども、ここちょっと持ち上げ、押さえてあげて、腕を動かす分にはほら動くんですよ。普通にこう動くんですよね。はい。そしてこのガチガチの方、これは不良じゃないよって言い張ってる方ですね。でこちらの方も同じようにこうつけます。はい。で、元の状態に戻しますので、腕がこうこうですね。これがあれですね、腕が降りてる状態ですよね。でこれを回すとなると、さっきみたいに この指一本では全然もう回せないんですよ。よいしょ、もう一回つけますね。はい、このようにさっきみたいに指一本でこう回るようなことは全くないんですよね。これを全くもって、エヴァンダイさんは初期不良とはいう認識は全くないみたいなんですよ。で僕もこちら取り外してしまってるから、まあ手を加えてしまってるんですよね。もう切り離れながら切り離してる状態なので、だったらじゃあこちら取り寄せましたので、この状態のものをまた出しました。そしてここの部分なんですよね。まず今これランナーから切り離していませんので、別にこれで動かなければ本当にこれ設計ミスだと僕は思うんですよね。で動かしますね。こっちは力入れるってはいるんですけど動くんですよ。はい、まだこっち見たら指痛くならないんですよね。でこっちの方も動くには動くんですけど、これもですねガッチガチに近いんですよ。こっちも指痛くなるんですよ。はい、この状態を新しい商品開けた時に、ここなんですけども説明書の方には他のパーツの部分ですね、アドバンスド MS ジョイントの部分なんですけど、はい、ここ切り離しまして、これ今回の腕の部分なんですね。腕の部分で、ここを持ってこのロール動かしてくださいねとか、こういう風に動かしてくださいねっていう表記はあるんですけど、肝心要のここを動かして稼働さテストしてくださいねっていう記載が一切ないんですよ、この状態で。組み上がった状態の時でも、このようにちょっと今ですね、ちょっとこうやるんですけども、腕に関して組み上がったところで稼働のですねチェックをしてくださいねという記述がですね、この腕のところないんですよ。で逆にじゃあ他の部分はどうなんですかと言いますと、はい、こちら肩のアーマーのところのアドバンスドエンボニスジョイントなんですけど、切り離した時にちゃんとこれ稼働テスト今度はしてくださいねっていう記載があるんですよね。はい。でこちら、じゃあ他のパーツのところのアドバンスド MS ジョイントはどんな風になってるのかと見ましたら、ちょっとじゃあ今度は足の方行ってみましょう。足のところのアドバンスド MS ジョイントはこうです。
ちゃんと稼働のテストしてくださいねと書いてあるんですね。で、こんな風に動かしてくださいと、ちゃんと書いてあるんです。なのに、腕のところだけは、アドバンスト MS ジョイントの、こういう風に稼働させてくださいねという記載が全くないんですよね。で、完成させると、このように関節の移動させてくださいねっていう表記はあったんですよ。はい。で、腕のところはと言いますと、腕のところもですね、こちら完成してからは確かあったはずなんですよね。完成のところ。はい。ここです。ここの部分だけ。肝心要の肩のところの稼働チェックをしてくださいねっていう、委ってる部分っていうのが全くどこのページをどう探しても全くなかったんですよ。僕これ、壊した瞬間に、全部これ、一コマずつですね、目をさらにして確認しましたので、そういった記載は、この説明書は全く持ってないんですよね。で、今回のこちら、届いたやつも、片方は若干奥、片方はガチガチという状態になってますんで、これをまたですね、そのまま使っても、また壊しちゃうだけなんですよ。というような、まあよくこれ、売れたなと、よくこのまま売ったのというようなのが僕の正直な印象なんですよね。で、そしたらじゃあ新しくパーツこう、何本買ってもですね、こんなのが届いてしまったら何回やってもですね、これ正直壊してしまうだけなんですよ。で、もしですね、仮にこの状態、こっち側のこのくるくる回る状態の方ですね、今こっちを今元の状態に戻しますので、こうですね。こっちこうくるくる回るんですよ。これも完全にも。はい。このようにちゃんと稼働してくれるんですよね。こっちを正常とするんだったら、本当にこっち側は異常なんですよ。ただこれ両方とも異常な状態だったんですよね。ただ、もう買ってしまった商品を、まあ、楽しく作りたいなとなった場合に、かなりの確率でこのガッチガチの方がお手元に来るという、まあ、泣きケースが多いと思うんですよね。で、もしやっちまったらと、僕と同じようにぶっ壊してしまったらどうするんですかって話になったら、まあ、初期不良という名目が使わなくなると思うんですよね。組み立ててしまったら。なので、そうなってくると部品発注という手段になってしまうんですけども、この部品発注っていうのも、この商品に限りはかなり癖物なんですよ。で、今、ウェブ発注になってますので、本来でしたら、説明書の、ここの番号と、ここの番号を入力して、ウェブ発注で商品検索とかをかけるんですけども、この商品に関しましては、あくまでも、これですね、商品交換カードになってるんですよ。で、どういうことかと言いますと、ちょっと別な説明書だ、取り出すんですけども、はい。そしてこれ全く別なやつの説明書なんですけども、この部品注文カードと書いてあるものの、この数字というのが有効になっているんですよね。ですので、こちら今回のペルフェクティビリティに関しては、部品交換カードという不良品に対して交換しますよというような内容のこの、で、記載の番号になっているので、これをですね、ウェブ画面の部品の方で検索かけても全然ですね、これヒットしないんですよ。なので、今回ですね、これ壊しちゃってしまった方、部品を発注したいのに困っている方がいらっしゃれば、概要欄の方にですね、こちら、ユニコーンガンダム3号機フェネックス、こちらの方の、部品ですね、がちょうどこれと同じものを流用しています。そして僕がこれを取り寄せたのが、ユニコーンガンダム3号機のフェネックスのランナーになってるんですよね。ですので、こちらの品番と固有番号は概要欄の方に、もう僕これ上げときますんで、本当にこれ注文困ってる方はそちらを使って、ぜひこれを発注してください。そして、こちらは B ランナーは、アドバンスト MS ジョイントのここの部分だけあればいいよとかはできないんですよね。
一式これ全部取り寄せる形になりますので、これが700円になります。そして送料が600円です。はい。そしてこちら、この相手のこの壊れたパーツ、これ1個60円です。なので左右壊してしまった方は120円です。なので、まとめて一緒に頼んでしまった方が送料が1回分で済みますので、安いパーツとは正直思わないんですけども、なければ完成しないっていう形になります。ただ今回ですね、僕がこちらこのくるくる状態までできたこの状態をすれば、あえて僕みたいにこれをまた一つ取り寄せる必要がなくなって、この壊れた方だけを取り寄せてくれればいいというようになりますので、はい。そしてこちらですね、ガッチガチのものをこのようにくるくる回るような状態にまでにしてあげればですね、まあ、これをここのパーツ割らずに済むと思うので、一度ですね、このユニコーンガンダムすべてが同じアドバンスド MS ジョイントを使ってます。ただ成形するときにこちら色プラの方に色の違うものを使っているというだけで、構図は全部一緒なので、ユニコーンガンダム、まあリアルグレードのですね、ユニコーンガンダムを使われた方で組み立てるよという方は、まずここの可動をチェックしてみてください。ほとんどがガチガチの方が多いんじゃないかなと思います。はい。その答えがこの取り寄せたパーツのガチガチ具合で分かりました。ここがもしゆるゆるで、ここの関節と同じぐらいのゆるさだったら、僕は別に外れ引いちゃったんだなと、まあ渋々納得しようもある程度はできたかもしれないんですけども、取り寄せてみてこっちは動くけどこっちはダメだったとなってくると、また話は違うんですよね。だったらどっちかが正常だったら、どっちかがこれ不良ってことになるでしょっていう話なんですよ。両方ともガチガチだったら、そういうそういうものなんだなと、そういう設計なんだなって言い方ができるんですけども、はい。片や動く、片や動かない、でも両方ともガチガチ、そしてすでに割れているパーツの強度から見たら、どの道これは使えないなとなっちゃうのですね。だったら、まあ壊してしまう前に、まあ皆さんが一度このアドバンスド MS ジョイントを切り離した時に、ここのロールをですね、確かめていただいて、もう指が痛くなるほどやらないと動かないということは、正直言ってこのパーツに対、ここの接続パーツに対しては異常なんですよね。そう思っていただいた方が間違いなく壊さないで作れます。もしくはここのパーツが、例えばこれがプラスチックじゃなくて鉄製とかだったら話は別ですよ。あ、このここまでガッチリしてるから、これぐらいの強度のパーツが必要だから、ここだけ鉄製になってるんだなっていうのは理解ができるんですよね。ただこれプラスチックなんですよ。そしてここすっごい肉厚も薄いんですよね。それに対してのこのガチガチ具合っていうのは、明らかにこれを正常とするんだったら、正直言ってここのパーツ強度というのは計算ミスです。でなければこんなガチガチパーツをそのまま流用なんかできません。でちなみにですけども、まあこれ僕の、まあ、まあ言い方が悪いのかもしれませんけども、ちょっとですね、これまあバンダイさんの正式なホームページ、YouTube の方でこれをですね、じゃあ動かしてるとき根元がっちり掴んでやってんのかって言ったらですね、今ちょっと僕切り抜きの動画上げてるんですけども、これバンダイさんの公式でこれのペルフェクティビリティを紹介した時の動画です。確かに腕は掴んで、肩の根元掴んでるんですけど、そこまでがっちりとやってるわけじゃないんですよね。そんなに力入ってなく動かせてると思うんですよ。これが正常だとするんだったら、僕のこの状態は正直言って異常なんです。それをこちらバンダイさんは、いや、性質上の問題ですと。ただユーザーはふざけんなよと。これ壊したらどうすんの？
やプラスチックの性質上の問題などで組み立ててしまってからはそういった保証は効きませんと。そして注文もやり方がわからない。すごく非常に面倒くさい。ほんとこれよくこんなもん商品にしたなというのが壊してしまってからの僕の印象ですね。ガラッとこれ印象変わりました。ですが皆さんにはそう思ってほしくないので、このガチガチを、今度ガチガチ状態ですを、こういう風にまでしてもらえれば、僕みたいなですね、ものすごくイライラして、バンダイに不満をぶつけるこんな動画を作らなくても済むかと思いますので、ぜひですね、今日、この半分、こっちですね、ガチガチ状態のこれですね。はい。今回すんですけども、全然回らないんですよ、ほら。力入れてるんですよ、これ。ちゃんと普通に。なのに回らないんですけども、これを回せるようにしますんで、そしてそれからですね、組み立てしていただきたいなと思います。そして何回もやってるので、指が痛いです。じゃあこれもう施工していきましょう。はい、そしたら施工しましょう。で、施工方法はいくつかですね、ツイッターのフォロワーさんが教えてくれたんですけども、僕が一番、多分これが永続的というかですね、一度施工すればある程度は持つんじゃないかなと思ったのが、こちらなんですよ。シリコンスプレー。で、一応多用途タイプ、もしくはプラスチックかというものを選んでもらった方がいいんですよね。中には、この成分のせいでプラスチックを溶かしてしまうのも、中にはあるみたいなんですよね。なので、このプラスチック、対応しているシリコンスプレーというのを使ってもらえればいいと思います。で、これ自体を直接ですね、もうここの可動性の部分ですねに吹きかけてしまって、こんな感じで吹きかけてしまって、で一度はこの、ティッシュでも何でもいいんですけど、これを押さえながらある程度このように回してあげるというかですね、痛いので初めのうちはこのようにシリコンスプレーかけた状態で、はい、このようにくるくる回してあげてください。でシリコンスプレーしますと、ある程度がこの中の方に少しずつ入っていってくれるので、回してればだん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 緩くなっていってくれてます。はい、よいしょ。そしてこのティッシュつけながら、使いながらこう回してるので、はみ出た分の、オイルというかスプレー、油というかはティッシュの方で吸い取っていってくれてますので、はい、これでもうだいぶゆるゆるになりました。なのであともう1回ぐらいですね、1回またスプレーをかけてあげて、そして同じように、よいしょ、こんな感じですね。もうだいぶもう柔らかくなりましたよ、これ。はい、こんな感じで施工してあげれば、よいしょと、いいんじゃないかなと思います。で、試しにやってみましょうか。腕の状態にしたいので、この状態ですね。で、ここに先ほどと同じようにこうつけて、で、こう、押さえて。で、こんな感じで、はい、施工の方ができました。で、逆に今度これ、柔らくなりすぎたんじゃないのかと思われるんですけど、初めのうちですね、この状態から一度こう、回そうとするときは、少し、こう、渋い感じがするんですよ。で、回り始めると、軽いんですよ。はい、それがこの潤滑スプレーのですね、性質というのもあるんですけども、はい、別にこれ自体がゆるゆるになったわけじゃなくて、回り出した時にその回すのをスムーズにするためのスプレーが潤滑になりますので、ある程度はこの保持力というのはそのままの状態、ただしこう動かした時にはこう潤滑しますので動きがスムーズになりますよというのがこのシリコンスプレーという特徴になってますので、はい、ぜひですね、このガチガチだった腕はですね、
パーツ僕みたいに壊してしまう前に一度ですね、ここら辺、まあ、稼働の部分ですね、説明書にないところ一度稼働チェックしてみてから、このようにですね、はい、パーツの強度に耐えられるぐらいまでこのようにですね柔らかくしてあげてから、ぜひ組み立ててあげてください。ではだいぶですねこれも良くなったので、そのままですね壊れたユニコーンガンダムペルフェクティビリティを組み立ててしまいたいなと思います。はい、こちら新しい型のパーツと施工後の腕ですねを取り付けてるんですけど、これ動かしてみますね。こんな感じでしっかりと動くんです。そしてこのようにちゃんと止まってくれるんですよ。これを正常と言わずして何と言うんですかと僕は思うわけなんですよ。で、ここのロールのところもこの回転軸の方も渋かったんで、まあシリコンスプレーでどうせならやってしまおうと思ってこのように施工しましたので、まあある意味この状態が僕の中では正解、まあ本来あるべき姿だと思ってます。はい、ではこのままですねパーツどんどん組み上げていってしまって、最後ですねちゃんと重たい武器を持たせても保持できているかどうかもやってみたいなと思います。はい、修復の方完了しました。今腕上げてるんですけども、特にダランと下がってくることもないですし、動かそうと思えばこのようにですね、はい、ちゃんと動かすこともできるようになりました。で、軸のロールの方もですね、こちらちょっとアームドアーマーが PS がちょっと稼働邪魔するので、こっちでやってみたいんですけども、はい、ロールの方もこのようにですねちゃんとしてくれるようになりましたし、腕の方も普通にですね、よいしょ、はい、軽く肩添えてあげて持ち上げるだけでしっかりとですね動くようになりましたし、はい、保持の方もできるようになりました。そしてこちらもですね同じですね、ちゃんと保持もしてくれますので、はい、ちゃんとですねこのようにダラーンと下がることもなくなりました。なので今回はこんな感じで修復が完了しました。ですのでこちらユニコーンガンダム系ですね、リアルグレードのを作られる方で僕と同じようにですねガッチガチの方は、組み上げて割ってしまう前にシリコンスプレーをシュッと吹きかけてグリグリ回して滑らかにしてあげてください。そうするとそれ以上余計な出費がかからなくて済みます。まあ、シリコンスプレー自体はそんなに高くなかったはずです。数百円で買えたはずなので、ぜひですね渋いなと思われた方はぜひシリコンスプレーのプラスチック対応のものを使用してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。